久保さん。いやー、ちょっと忘れてましたけど、懐かしいですね。100万円騙された、ことですね。まああれはね、100万円がなくなったことよりやっぱ、まあ連絡がいつも来なかったっていうのがね、まあちょっとショックでしたね。うん。そう。まあだからもうお金を貸すっていうことは、 あるのかなまあある,あるとするならば貸すことはないけどあげることはあるってことですね。まあ久保さんも前言ってましたけどあのまあ5,000円だったらあげるよとかね。<laughs> うん。貸せはしないけどあげるあげられるよとこれぐらいだったらみたいな。なんかまあそんな感じにでしょうね。うん。そう。だ貸すことはないかなっていう。ぶっちゃけまあそのまあ人 借り,借りるって銀行から借りるとか消費者金融から借りるとかいろいろな手段はあ,あってただその手段がもう取れなくなってまあ人に行ったとは思うんですけどうんだそう考えるとあのね闇金牛島君とか南の帝王とかもねそのか貸さないあの返してくれない方がね万田 <laughs> 銀次郎のね

でもまあ一番まあこう強くなるためにはやっぱまあ素直にこう生きていくっていうことが大事なんじゃないかなとは思うんですよね。うん。そうまあ、いろいろなことはあるけれどもそれをまああったことは仕方ないのでう受け入れるしかないじゃないですか。うん。じゃあそれをどう生かすのかってまあ結果的にまあそう。 あのそう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 なんですよ僕がその100万円騙されてじゃあどういう行動を取ったのかっていうとまあマフィア D っていうねその企画を作ったんですよでそのマフィア D っていう企画でまあその結局一番最初150万ぐらいそれで売り上げ作って、まあ、100万騙されたんだけど150になってきたっていうでその後まあ企画が当たったんで何度もやって多分ね2000万ぐらいはいったんですよトータルでで その去年の年末にそのマフィア D のあのファイナルっていうのをやったんですねでそのファイナルにその1000万あげたコンサル生入ったんですよだ結果的にその今ねタイに移住しているコンサル生いてその子は僕が騙されていなかったらそのマフィア D っていうそもそもそういう企画が生まれてなかったのでうん なんかそのマフィア D をやったことによって、まあ、全員じゃないですけど結構人生変わった人がいて、うん、だ僕自身も売り上げは作れたしそのサービスを提供したことによって人生大きく変わった人も出てきてなんかあれですよね <laughs> だ来年はねタイに行ける行けるというかなんですかね、まあ、約束はしてるんですけどまあんだろうな 旅行として行くことは別に誰でもできるじゃないですかハワイに行こうがタイに行こうがただその,そのサービスを利用して人生変わったそのお客さんのもとに行けるっていうのはなんかありがたいなとは思いますよね一つの人生の楽しみというかうんう旅行もしつつお客さんにも会えてでまあ対談もねあのこの前対談一回初めて取りましたけどまたあのタイ行った時は対談取りますし あとどんなところに住んでるなとかね。あなたこだ動画撮ってきますけど。<laughs> うん、だからまあマイナスがあればプラスはあるんだけどそれを作れるか作れないかですね、うん。だいぶプラスは作ったと思います。自分のプラスもそうですけどそのサービスを作ったことによって、うんまあ、人生変わる人が出てきたんで。うん、はい、いってらっしゃい。